今回は、水の10賢者関連について見ていきましょう。まずは、ハーゼリーラです。取得優先度はかなり高く、正位置、逆位置ともによく使われます。正位置は主に奥義軸で使われています。正位置によって、同じアビリティを1ターンに2回使うことができ、3アビで奥義ゲージが 15% アップかける2します。しかも、奥義発動時3アビが即時使用可能になるので、簡単にフルチェループを組めるというわけです。また、逆位置は汎用性が相当高いです。経過ターンに応じて攻防アップし、攻撃力は 2% かけるターン数、防御力は 4% かけるターン数となっていて、10ターン目に最大値に到達し、攻撃力は 20%、防御力は 40% も上昇します。特に、フルオートはターン数がかかりやすいので、ハーゼリーラは間違いなくサブ枠として採用されます。また、試験の領域の優先度は高くはありませんが、ステータスが上がるのでできれば進めておきたいという程度です。一方で、最終上限解放はまだ実装されておらず、10月予定と発表されており、11月の水古戦場には間に合うので、それに向けて準備は進めておいた方が良いでしょう。そして、石杖武器のムーン弓は、月が満ちた時水属性キャラの攻撃力 50% アップ、ダメージ上限 30% アップという強力なバフが付与されます。ここで、月の満ち欠けは、ハーゼリーラの奥義もしくはムーン召喚で付与することができ、3アビ使用時やターン経過で効果量とともにアイコンが変化します。このうち、満月のアイコンになった時スキルが発動するので、ハーゼリーラをフロントで使う場合は編成に入ってくることがあります。また、石杖武器は攻撃力だけではなく HP も漏れるので、ワムオノと相性が良く、しかも薬状武器が実装されていないので5突のダメ上限 5% アップも優秀です。これはムーン弓だけではなく、ジャスティス剣も同じであり、他の属性と比べると相対的に価値が高いです。以上より、ハーゼリーラは、まだ最終上限解放が実装されていないのですが、正位置逆位置ともに使用頻度がかなり高いので、入手優先度は高いものの、試験の領域の優先度はそこまで高くありません。一方で、最終上限解放に備えて準備だけはしておいた方が良いでしょう。次は、マリア・テレサを見ていきます。主な使い方は逆位置です。水属性キャラがディスペルのアビリティ使用時、アビダメが発動しつつ、攻防累積 10% ダウンデバフを付与することができます。確かに弱くはないのですが、汎用性に欠けます。当然フロントにディスペル持ちがいないと発動しないのですが、奥義や自動発動によるディスペルではダメで、アビリティである必要があります。しかも、サブ枠はハーゼリーラで1枠確定しており、さらに、マナダイバーなどの刻印軸だとヨダメが上昇する水着コルルが2枠目に入ってくるので枠がないんですよね。そして、最終上限解放すると、弱体耐性累積 10% ダウンが追加されますが、正直あってもなくても大して変わりません。また、正位置も弱くはないのですが、最近だと使い道はないですし、2アビが選択式なのでフルオートでは使えません。これは最終上限解放されても同じで、さらに、4アビもわざわざ混合章を使って取る必要はなく、マリア・テレサの最終上限解放の優先度は低いです。ですので、試験の領域も進める必要はありません。また、石杖武器のジャスティス剣は、ディスペルのアビリティを使用したキャラの HP が3000回復します。これが全体回復だったら強かったんですけどね。それよりも、武器種が剣なのでクリュサオルで持てる、水の極大奥義武器という点で最近評価が上がっています。水着ティラノサウルスを入れると主人公が2回奥義を打つことができ、コンパニオンウェポンとしてジャスティス剣を持ちます。さて、ムーン弓とジャスティス剣のどちらを嫁るかですが、フロントで使うことがよくあるハーゼリーラの試験の領域を進めるためにムーン弓を育成した方がいいと思います。ハーゼリーラには最終上限解放が控えていますしね。以上より、マリア・テレサは、使うならば逆位置ですが、その逆位置も使う頻度が低いので、全体的に優先度は低いです。ということで、
今回は、水の十賢者である、ハーゼリーラとマリア・テレサについて見てきました。チャンネル登録と高評価よろしく。それでは、